こんにちは、藤翼です。よろしくお願いいたします。今日も皆さんからいただいた質問にお答えしていきたいと思います。今日のテーマはダイエットです。ダイエットについてお話をしていきたいと思います。私がしている仕事はお菓子作りを教える先生業をしているんですけども、どうしてこう甘いものを作っているにもかかわらず太らないのかということですね、お話ししていこうと思います。まあ、その前にですね、私は特に自分がナイスバディでね、すごく綺麗な体でっていう自信は全然ないんですよ。ただ子供を産んで1年で15キロは落としました。で、一切運動はしていません。で、何をやったかというと、別に食事制限もしていません。で、この話をですね、きっと聞きたいかなと思いましたのでね、はい、お話ししていきたいと思います。運動をせずに、食事制限もせずに、好きなものを食べて痩せるなんて絶対ありえないと思うんですけども、実はね、ありえるんですよ。これはすごく大事なことなんですけど、結構皆さん勘違いされてるのが、ダイエットっていうと何かを抜くとか減らすってイメージですよね。例えば白ご飯を減らしたりだとか、間食をもちろんなくすのは当たり前なんですけども、そういうのを減らしていくっていうふうに思ってらっしゃる方すごく多いんですけども、実はここ大きな間違いがあります。ダイエットというのは減らすのではなく、実はね、増やすんです。何を食べている種類を増やしてください。とっても分かりやすい例で説明しますと、皆さんの体の中の胃袋ありますよね。胃袋さんはですね、胃袋さんとしましょう。胃袋さんはですね、一つの胃袋の中にみんな食事がこうやって入ってくるイメージがあると思うんですけど、実はですね、胃袋さんの中にはたくさんのお部屋があるんですよね。お肉の部屋とか野菜の部屋だったりだとか、お米の部屋とか、あとビタミンの部屋とか、いっぱい部屋があるんです、胃袋の中には。で、胃袋の中にはそういう部屋がたくさんあって、その部屋を満たしてあげると満腹感になるんです。なので、ダイエットするからサラダばっかり食べよう、お米はやめようってなったら、サラダの部屋はもちろん満たされます。でもね、お米ちゃんと取らないと満腹にならないんですよ。ずっと空腹感で、そしてイライラしちゃったりとかするわけなんですね。なので、もう本当によく言われているバランスよく食べましょうというのはもう本当に正しいことなんです。で、ダイエットされる方はさらにバランスよくたくさんの種類を食べましょうっていうのが正解になります。さらにはもっと大事なのが朝ですね。朝にたくさんの野菜とか果物とかの種類を摂ってください。朝起きていきなりお肉とかご飯とかを入れるんではなくって、朝起きたらお野菜とか果物とか、それを入れてからご飯を入れてほしいんですね。分かりやすいことで例えると、フルコースとか皆さん食べたことありますか？和食ではなくって、フレンチとかイタリアンとかでランチとかね、行くとよくわかると思うんですけど、一番最初からピザとかパスタって出てこないですよね。何かコースで頼むと最初にサラダとかスープとか出てきませんか？サラダが出てきて、スープが出てきて、そしてメインが出てきて、で、その時にパンとかお米とかが出てくるっていうパターンがあると思うんですけど、まさにダイエットってこの食べ方をするんですね。いきなり食べるっていうんではなくてですね、あとよく和食でありがちなバランスよく食べる、お米食べて魚食べてみたいな、野菜食べてみたいな、そうでもなくて、実はね、順番があるんですよ。胃袋さんすごくね、そういうことね、何でしょうね、胃袋と腸の話にもなるんですけども、先に野菜とか入れておいた方が痩せやすいです。まあ、検索してもらったらね、そういう文献とかいっぱい出てくると思うんですけど、とにかくダイエットは減らさないでください。皆さん、我慢は良くないですよ。我慢は良くない。なので必ず増やしてください。何を食べる種類ですね。ちゃんとお豆腐とかお豆とか発酵食品とってますか？そして、お野菜、お肉、お米、パン、何でもいいんですけど、バランスよくとってますか？これがすごく大事になります。で、実際私がどうやって、1年間でね、15キロ落としたかと言いますと、朝に必ずグリーンスムージーを飲んでいます。グリーンスムージーというのは
の緑のね、なんかこう見た目がちょっと青汁みたいな感じで、なんかモデルさんとかが飲んでて美味しくなさそうってイメージあると思うんですけども、意外とね色が緑なだけで、味は普通にミックスジュースです。ミックスジュースのような味ですね。私がだいたい入れてるのが小松菜もしくはチンゲン菜ですね。この2つというのは青臭さがないですね。まあほうれん草とか、あとはまあ他の緑のお野菜入れるとちょっと臭っていうねあるんですよ。でそれは臭く感じちゃうんですけど、チンゲン菜とか小松菜は全然臭くないです。ただ緑っていうだけですね。そして、お野菜入れますね。次バナナ、そしてリンゴ、はい、大体この3つで大丈夫です。大体この3つプラス、まあ、季節のあとフルーツとか季節のお野菜とかですね、今夏なのでちょっと桃入れてみようかなとか、ちょっとスイカ入れてみようかなとか、そういうのをして、そして大事なのがミックスジュースとはちょっと違うんですね。牛乳で割ったり豆乳で割らないでください。これはお水です。なのでお野菜入れて、果物入れて、まあ、リンゴとバナナは必須かなっていう感じですね。はい、これを入れて、そしてお水を入れてスイッチピッとしてガーッと回します。それを毎朝飲んでるんですね。それを飲んでからおにぎり食べたりとか、お味噌汁でね豚汁飲んだりとか、そういう風にするとですね、あの体のねこう お肉に対する吸収率がね全然変わってきますので、よかったらあの朝のグリーンスムージーを皆さんもされてみてください。詳しく作り方はロハンドさんの概要欄に貼っておきますので、そちらをよかったらねポチッと見て一緒にやってみてください。そして必ずグリーンスムージーを毎日飲むということと、本当に気をつけてほしいのが発酵食品を意識して摂るというのがすごく大事になります。発酵食品ですね。発酵食品っていうと皆さん想像されるのがお味噌とか、あとチーズとか納豆とかあるんですけども、発酵食品っていうのはですねめちゃくちゃ摂れるものがあるんですよ。納豆嫌いな人はどうしたらいいですかとか、チーズなんか高いしそんなにいらないとか、お味噌もそんなにって思うじゃないですか。実はですね皆さんの身近なところでめちゃくちゃ発酵食品があるんですね。それはなんと紅茶です。紅茶ですね。紅茶というのは完全発酵になるんですね。実は緑茶とか紅茶とかウーロン茶全部同じなんです。作り方が違います。紅茶が完全発酵、完全発酵です。そしてウーロン茶が半発酵になります。半分だけ発酵してます。で緑茶は未発酵してないんですね。発酵はしておりません。で発酵食品というのはですね、まあ、そのイメージしてる通りだと思うんですけど、代謝が上がるんですよね。代謝というか基礎体温が上がってくるので、やっぱりですね体調がすごく良くなってきます。で基礎体温を上げると風邪もひきにくくなるし、やっぱりねあのお肌が綺麗になったり髪の毛も綺麗になったり、いいこといっぱいあるので、ぜひあの紅茶をねガブガブ飲んでほしいなと思います。で紅茶を発酵食品として意識して、私はもう1日にね、まあ、1リットルぐらいは飲むんですけども、紅茶ばっかり飲んでるんですよ。であの紅茶を飲むんですけど、ここで結構皆さんが心配されてるのは、紅茶ってでもカフェインがあるじゃないですかと言われる方すごく多いんですね。やっぱりカフェイン取りすぎは良くないですからね。特に授乳をされているお母さんだったりとか、妊娠中の方、カフェインを控えてらっしゃる方多くいらっしゃるんですけど、このカフェインについても結構ポイントがあります。実は紅茶はですね水出しをするとカフェインがほぼありません。実は紅茶は水出しをするとカフェインはほとんどない状態なんですね。もともと紅茶の中にはカフェインとテアニンという成分が入っているんですが、このカフェインという成分ですね、温度が90度以上の沸騰したお湯ですよね、あのお湯じゃないとカフェインは抽出できないんですね。なので水出し90度の熱々と水出しだったら低いですよね。だいたい5度とかですよね、冷たいお水になるので、冷たいお水にゆっくりじわっと出す分に関してはカフェインはほぼほぼですね、もともとあるものなんでほぼ出ないとされています。なので発酵食品は取れるし、カフェインはほとんどないし、ね、代謝も上がるし基礎体温も上がるし、そしてさらに肌も良くなるし髪の毛も綺麗になるし、いいことばかりなんですね。でこれを意識して取っていく、さらには晩ご飯に発酵食品である納豆とかチーズとかお味噌汁を取っていく、さらにそして朝はちゃんとグリーンスムージーで体を綺麗にしておくっていうことを意識すると、
すっごく急には痩せないんですけど、1年かけて振り返った時に、あ、そういや昔より体調良くなったなとか、髪の毛もそういや綺麗になったな、肌も落ち着いたなとか、そういう風になんかね、気づけば痩せてたとか、気づけば綺麗になってたとかいう風なね現象になりますので、ぜひですね意識して朝からお野菜たくさん、果物たくさん摂るということと、発酵食品を意識して摂るということをされてみてください。私もダイエットをねやろうと思って、実はスポーツジムですよね、登録して3回しか行かなかった3回しか行かなかったんですね。どうしても汗をかくのがあんまり好きじゃなくってね、やっぱり無理しちゃいかんなと思ったんですけど、でもやっぱりこう気づいたらね、こうちょっと痩せてたんで、あれと思ったんですけど、まあこの1年振り返ってみると、毎朝グリーンスムージーを飲んでたりだったりとか、水出しの紅茶をたくさん飲んだりとか、あとお野菜とかをね意識して摂ってますね。で、私は仕事柄お仕事終わるのが遅いので、晩ご飯の時間とかも皆さん多分驚かれると思うんですけど、私晩ご飯の時間夜のね10時とかなんですよ。遅いんですよね。夜中もう皆さんからするともしかしてその深夜になるかもしれないんですけど、夜の10時とかにご飯食べてるんですね。でしっかり白ご飯も食べるし、昨日は白ご飯2杯食べたし、でも体がずっとちょっとこのなんでしょうね、太りにくいっていう体質になるっていうのはやっぱり食べ物の影響じゃないかなと思います。私もそこら辺プロじゃないんですけども、まあ、皆さんが何か参考になったらいいなということで、今回の話をシェアさせていただきました。ぜひ朝からねスムージーを摂る、野菜とか果物を意識して摂る、そして食べる種類を増やしていく、減らすのではなくって、もう今日は痩せたいからこんにゃくだけとかするとですね、もう本当にイライラするし、肌も荒れるし、やっぱりタンパク質いるんだって体が教えてくれるんですよ。でリバウンドしちゃったりするわけなので、必ずたくさんの種類を摂ってほしいなと思います。無理せずに自分らしく美味しいもの食べてダイエットするためには、お野菜とか果物とかをたくさん摂る、そして朝一番に摂る、さらには発酵食品を意識して摂るということをしていくと、じわ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 体がねちょっとずつ健康になっていきますので、ぜひ実践されてみてください。先ほど言いましたグリーンスムージーの詳しいレシピについては概要欄のところに貼っておきます。そして美味しい紅茶の私が作っているブレンドもあるので、よかったらそれを水出しで使ってほしいので、ダイエット目的だったりとか肌とか髪をきれいにしたいなっていう方も、ぜひ紅茶もね一緒に合わせてチェックしてみてください。はい、ということで今回はダイエットについてお話をさせていただきました。参考になりましたでしょうか。ぜひ参考になったよという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いしましょう。バイバイ。